いやね、本当よ。あの、俺、ガキの頃さ、高校の頃、山岳部で山ばかり登っとって、お父さんようわかると。もう、お父さんまた、ほんとね、そういうところに生まれておって、こんなもんじゃ。な。いいとかよ。でも今、こうして、こうやって、ナースがいいよ。愛せることに疲れたみたい、嫌いになったわけじゃない、部屋の明かりはつけてゆくわ、鍵はいくもの、下駄箱の中きっとあなたはいつものことと笑い飛ばす、違いない、だけど今度は本気みたい、あなたの顔もちらつかないわ、男はいつも任せるだけで、女はいつも待ちくたびれて、それでもいいと慰めていた、それでも恋は月曜日に行ったっけ？